けでね、オーストラリア生活も丸4年が終わろうとしております。まあワーホリ4年ってねタイトルではうっとっちゃうけど、実際にワーホリは2年までしかねできんけん、まあ厳密にはオーストラリア4年ってなりますね。4年もいたら英語が話せるようになるのか。はい、なります。え、はいはい、はい。どうもたくさんの人たちがね、俺は英語を喋れるうちに入んねえよとおっしゃっておられるようですね。 How are you, mate? I can speak bloody English, mate. But you don't think I'm speak English. So what the fuck you think about real English? Please tell me. あのね、英語力の動画を出した時もボロカスに言われたんやけれども、確かに俺は英語下手です。発音も下手、ボキャブラリーもない、文法も間違う。でもね、それを見て鬼の首でも取ったかのように喜んで、おっしゃー英語下手なやつ見つけた、マンこいつクソ、コメント残そ、英語クソ、発音下手すぎ、3年でこれとかカス、それで話せると思ってんのか、たーほー、どう思うこういう人たち。いや俺はね、バカにされることとかディスられること自体は別にいいよ。ただ英語を勉強する人たちのね環境としては本当良くないなって思ったね。やっぱ日本人はさ、完璧を求めたいけんさ、英語を話せるってことはイコールネイティブ並みに話せるってことって捉えがちなよね。でも例えばオーストラリア人とかやったら、俺が日本人ってことが分かったら日本語ちょっと話せますとかつって日本語で話しかけてくるんよ。ほんと片言よ、ほんとちょっと、でも使いたいんよ、嬉しいんよ、日本語喋れることが。なんかさ、それってよくない？日本語ちょっと話せる、三菱住友ありがとう、これでよくない？日本語喋れとうやん。日本人はね、ほんと英語を話すってことはすっげーレベルが高いことって思っとんよ。やけんその高いレベルに達してないのに英語を話すってことはすごい恥ずかしいことなんよ。間違えたらいかんのよ、バカにされるんよ。いやこれは本当に良くない、人の努力を笑う、多いねこういう人たち。人の不幸は蜜の味。お前らはきっと3年間一生懸命野球の練習をしたけど、補欠になってやつらを見ても笑うんだろうな。まあでもね、英語の勉強をしてるやつら、英語を話すことを怖がるな、そういうね人をバカにしたりするような人間ってのは、そうやって批判することで自分の自尊心を保っていくような、ほんと心の貧乏な人たちやけんね。心貧乏と付き合っとったら君まで不幸になるけん、気にすることはない。俺が代表してバカにされちゃうけん、お前らを笑うやつがおって、その嫌な気持ちとかを俺が分かち合う。そして苛立ったりとか怒りたい時があったら、その気持ちを俺が代弁しちゃうけん、恥ずかしがらずどんどん話していこう。はい、ってなわけでね、こんな感じで話したんですけれども、まあね、その英語の勉強するっていうこと自体とか英語を話すことに対して、やっぱり日本人のっていうか日本の考え方とかがやっぱね、なんかねちょっと硬い感じがするよね。完璧に話さないといけないとか、発音が上手じゃないといけないとか、そうであるべき、そうじゃないといけないっていうのがなんかあるよね。まあ、そこを目指してね勉強して最終的にそうなりたいって思うのもいいことやし、そういう風にの方がかっこいいとかってはあるんやけど、そのじゃあさ、そこに行き着くまでの人たち、最初のね、何も英語わからない人とかいるじゃんね。その This is a pen からね始まるんやけど、それも発音もできんし言えないしね、とにかくグラマーも間違うしみたいな、その家庭の人たちがバカにされるっていうのは絶対におかしいんよ。だってさ、今こうやって上手かった人たちも昔は喋れんやったんやろ、日本人として生まれたんだったらね。じゃあこの家庭を積んどるはずないよ。で、応援してあげないといけないのに、できる人たちはできるようになったらできない人たちを見て笑ったりとかけなしたりするっていうのは、これはね、これは絶対間違っとうっていうか、あるべきじゃないと思ったよね。俺がこれになれるんだったら俺はそうはならんよね。みんなの苦労しとうことがわかるけん、
はあ、なんでそんな下手なんだってはならんや。やけんここにおる人たち、せっかく英語ができるのにバカにしたりとかする人たちのは、さっきも言ったけど、ほんと心貧乏やと俺は思っと。ね、自分ができることを自慢したいのか何なのか分からんけど、そうやって言いたい。お前の英語はダメだ、こんな勉強の仕方がダメだとか、ここがダメだとか批判したいっていう人ね。やけんこういう風にはなりたくはないよね、俺は。で、それはさておいて、じゃあ英語のレベルで言ったら、確かに客観的に見たらね、俺の英語っていうのはまだまだです。英語を話せますか話せませんかって言われたら、話せますって言える。ただ英語が 100% 自分の言いたいことを伝えられるコミュニケーションツールとして使いこなせるかって言ったら、それはできん。やけんもっとね、上手くなりたいし、練習もするし、勉強もしようとは思っと。やけん俺もね、これからも俺のペースで勉強はやっていきます。なんでこのタイトルのね、ワーホリ4年間の英語力はひどいのかっていう答えに関しては、ひどいらしいです、そういう観点から言うと。ただ俺はそういう評価の仕方っていうのはすべきじゃないと思うと。そして俺は発展途上の英語学習者として、どこのどのレベルの勉強してるやつら、すべての味方です。ウエピーでした。